ウエストビジョンとは、西日本旅客鉄道が導入している、列車搭載型のデジタルサイネージである、三菱電機のトレインビジョンシステムを採用している。JR 西日本321系に、設置のウエストビジョン JR 西日本323系に、設置のウエストビジョン JR 西日本223系2000番台に、 設置のウエストビジョンアーバンネットワークを走行する321系電車、225系電車及び323系電車に搭載されている液晶モニターによって表示されている電子広告で2005年12月1日に運転を開始した321系電車から初めて導入され、その後2010年12月1日からは225系電車でも導入された。 321系や225系には19型の液晶モニターが左右一組、各車両に6箇所、323系には17型の液晶モニターが左右一組、各車両に8箇所配置されている。この内右側の画面がデジタルサイネージとして使用され、11分から14分が1ロールとなっており、一般広告、JR 西日本の広告のほか。 生活情報や NHK ニュース、天気予報などの番組も放映されている。なお左側のモニターには停車駅がアーバンネットワークのラインカラーで日本語、英語、中国語、韓国語の4カ国語が交互で表示され、普通、遅延の運行情報など JR 西日本が旅客に対する案内用として使用されている。広告データは列車の運用終了後に 車両基地で一編成ずつ交換作業を行っていたが交換作業をするには線路内を歩かなければならないという危険が伴うほか全車両のデータ交換に約1ヶ月の期間を要していたことから改善が進められ K-Opticom の IPVPN を活用した無線データ配信システムが開発されたこのシステムは JR 西日本コミュニケーションズの本社内に 設けられたセンターから IPVPN を利用して拠点駅に設けられた装置に対して広告データを送信しており、拠点駅では無線装置を利用して列車に対して広告データを送信している。いずれも在京の各鉄道事業者が運用している同様のシステム。ありがとうございます。